はい、こんにちは。はい、一郎です。はい、今回の企画はね、プリウスに追跡できるんじゃないかと。このプリウスで事故防止の装置、はい、まあ事故防止のアイテム、はい、巷で噂のプリウスミスって聞いたことはあると思うんだけど、はいはい、まあ、僕も初めて聞いた時になんだそれと思って、うん、まあ、調べたの、はい、いろいろネットで、うん、そしたらプリウスがなんとミスになるみたいじゃないですか。ほう、ちょっとね、うん、それを見た時に、あ、こうしたらそのミスできるんじゃないかと。ミスにならないで済むってやつですね。で、まあ、これ実は本当にことが大きくなっちゃって、はい、もう特許申請まで行きました。おお、そんなすごいの思いついちゃったんですか。まあすごくはないと思うんだけど、まあ、今回ね協力していただいた方も、まあ、いるんで、その方のおかげでね、はい、まあ、いろいろやっていただけて、その新しい商品ができました、はい。でまあ、それ今まで売ってたエコグライダーっていう、はい、そのパーツの中にその新しい機能を取り込んで、はいはい、そのプリウスミス、なるほど。じゃあまずこれなんだっていうのを、まず今これノーマル、その状態でどうなっちゃうのかっていうのを説明したいと思います。お願いします。前回はシフトスイッチを紹介したんですけど、はい、まあ、今回はそのシフトスイッチだしエコグライダーっていう、まあ、新しい機能の入ったエコグライダーということで、また商品は違います、はい。プリウスミってどんな原理かっていうと、うん、普通こうドライブに入れて用意ドンでしょ、うん、ところがそれをなんか間違えてニュートラルにこう入れたり、うん、ニュートラルになった状態でアクセルを踏みますと、うん、はいはいはい、でこうやってうーんって踏むと、はい、今これアクセル全開ね、ニュートラルの状態でアクセル踏むとこうなるの、ニュートラルレンジです、はいはい、アクセルを緩めて希望レンジに切り替えてください、はい、アクセルを緩めてってなってるんだけど、うん、多分おそらくこれブンブンも言わんじゃん、うん、言わない、ブンブンも、うん、でただピーって言っとるから、うん、多分人間の心理的に焦っちゃうんだよね。あ、やばいって思いますよね。あ、やばいみたいな、うん、でそのままアクセルを踏んだまんま、うんうん、ドライブに入れちゃう、うん、でそうどうなるかっていうと、こうやってこれ急発進する。でその急発進した時に、はい、そのまた人間の心理で、うん、焦っちゃうやん、うん、焦る、わーってなる、わーってなるでしょ、うん、でわーってなったらどうなるかっていうと、結局固まっちゃうんだ。頭の中では分かっとるけども動かないって、動かない、体がね、体が。だから普通のいわゆるハイテンションな気分じゃない時の普通のシラフっていうの、はい、シラフの時だとそんなアクセルを緩めてブレーキ踏みはいいじゃんって思うんだけど、通常の時はですね、人間焦ってる時って、うん、ブレーキアクセル踏み間違えって言ったって、これ普通やったことない人はなんでと思うかもしれないんだけど、うん、あれは僕もね、正直なんで踏み間違えるかなと思ったんだけど、うん、夢を見たんだよね。おー、夢？踏み間違える夢。おー固まっちゃってね、なんともならんかったよ。パニックになりました。パニックになって、だからあれはなった人しかわからないんだよね。多分そのパニックになったことがない人には理解できないと思うけど、まあまあね、逆にパニックになった人ときにはその冷静になれば、なんでアクセル緩めてブレーキ踏まなかったんだろうと思うんだけど、うん、それができないんだよ。そうなんですよ、ブレーキ踏めって言われてるのはアクセル踏んじゃうのと一緒でね、まあまあ、うん、まあとにかくまで例えば再現します。で、はい、例えばね、うん、焦った、ブレーキ踏んどる、ブレーキ踏んどるのにってなるの。そう、足がそのままずっとアクセル踏み続けちゃうってこと。もうブレーキ踏み続けちゃう、ブレーキ踏み続けちゃう、あ、ブレーキだからほらアクセルを踏み続けちゃう。そうそう、だからブレーキのつもりでアクセルがそのままの足でってことですよね。そういうことそうするとただ加速してるってことだよね。もうただただ加速しとるだけ。本人はもう焦っとる、うん、焦っちゃっとるもんで、もうブレーキ踏んどるんだよ、うん、踏んどるつもりなのにアクセル踏んどるの。そう、踏んでんのになんでなんでみたいので余計パニックになって、余計パニックになってこの右足が固まって止まらないんだよね。めっちゃ怖いよね。僕はそこで、まあ、じゃあ予防策としてはどうなのって言ったら、アクセル踏んだ時に、うん、こうじゃなくてブーンってエンジンが回ればアクセル離しますよね。アクセル離すよね。焦るよね、そっちがね。だからそういう風にしようかなと思ったんだけど、それなかなかできなくって。ああ、なるほど。どうしたらこれ防げるか、うん、
はい、そこで思いついたのが、ニュートラルの状態でアクセル踏みました、はい、こうはなります、うん、だけどドライブ入れても前に進まない、アクセルを緩めないと絶対に進まない、そういう装置を考えました。やっぱそれって昔じゃなくて今のコンピューター制御の車だからできることってことですね。そういうこと、そういうこと、はい、ってことで、まあ、発車機能そのものを無効にする、はい、そういうアイテム、はい、これから取り付けに行きたいと思います。はい、はい、着きました。はい、はい、ものこれで、これをつけると、はい、うん、さっき言ってたようになるんで、はい、まだ他にもね、アクセルとブレーキ、うんうん、同時に踏むとアクセルが無効になる、うんうん、つまりアクセルブレーキこう両方いっぺんに踏んじゃってるっていう状態でも、はい、アクセルが無効になっちゃう、だから進まない、ブレーキが効くってことですよね。そう、はい、こう安全対策がいっぱい入った機能のものをこれからつけます。はい、はい、できました、はい、ほら、ついたよ。こういう表示パネルがねあって、はい、本体の方は中に入れました。はい、はい、これでそれでその安全機能が本当に働くのか、はい、これからまた美浜サーキットへ戻って、はい、テストしてみたいと思います。はい、じゃあレッツゴー。はい、でね、じゃあこれでどう変わったか、まずその大きな特徴、うん、はい、まずニュートラル入れます。はい、でニュートラル入れた状態で、うん、アクセルを踏みます、うん、はい、ピーって言って結局これ進まないね、はい、はい、この状態でドライブを入れます。はい、さっきはこれからアクセル踏んだ状態ね、はいはい、踏んだ状態でドライブ入れると、うん、ドーンといった、うん、果たしてこれはどうだ、いくよ、どうぞ、おお、めっちゃゆっくり、ゆっくり、どこ、はい、アクセル全開だよ、踏んでる、ベタ踏みしてるんですよね、ベタ踏み、ドカーンとはいかない、ドカーンとはいかない、はい、大成功、うん、次これまた元の位置に戻ります。はい、これピーっていうのね、はい、これバックで、うん、ピーピーっていうのは何かっていうと、もうダメよダメよって言っとんの、これね、実はね、うん、バックって結構まあその難しいじゃん、難しいっていうのは、まあ、得意っていう人もおるんだけど、一般的には前進むと後ろ進むっていうのは、後ろ進む方が難しい、まあ見えづらかったり感覚が違ったりするから、うん、あとよくよくまあ後ろを向かってこうほら立体駐車場なんかでさ、あ、落っこっちゃうみたいな、落っこっちゃうみたいな、はいはいはい、ああいうのもその含めてバックって結構難しい。じゃあどうすればいいか、うん、バックで走行中は時速5キロ以上うん、なった時にはもうアクセル踏んでも反応しないんですよ。でバックでこう走る時に、うん、こうスピードが出ちゃって、うん、まあ、立柱から落ちちゃったりとか、まあ、コントロール不能になってぶつかっちゃったりとかするんだけど、はい、この車はこの装置をつけるとバックは時速5キロ以上アクセル踏んでも反応しないんで、はい、まあ、クリープ現象みたいな状況になるか。じゃあ実際にバックギアに入れます。はい、これでバックします。スピードがほら5キロ超えると、あー乗ったピーピー、ほんと実際7キロぐらいは出てるけど、うん、アクセル全開よ今。でも6キロになった、だん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 ほら5キロになった、はいはいはい、これもうどんなに踏んでもどんなに踏んでも、うんうんうん、スピードが出ない、うん、これはこのスピードだったらまあコントロールできるよ、まあできるじゃん、と思いっきりこのまんまぶつかっちゃっても大丈夫だよ多分ね、上が落っこちてきちゃうとかね、壁突き破ることはないのかな、突き破ることはない、立体駐車場で突き破ることはない、うん、いうことで、まあ、バックの時により安全にっていうことでスピードが出ないようにしてます。はい、あともう一つ、アクセルを踏んだ状態とブレーキを同時に踏むっていうね、例えばこのちょっとペダルを見てもらったら、まあなんちゅうのか、アクセルとブレーキ同時に踏むっていうのはなかなか厳しいと思うんだけど、このこう分かる、なんかこうなんかの拍子でアクセルとブレーキをこう同時に押しちゃうっていうね、はい、でそのまあ例えばブレーキを踏んどってもアクセルを踏んどるいうことで前進んじゃって、うん、パニックってそのまんまドーンと、まあ、何か引っかかっちゃったりとかね、まあ、なんか引っかかっちゃってもね、うん、そう、じゃあそういう時に、はい、じゃあこの車はどういう風にしとるか、はい、今一瞬ピー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 なったように、う
まあ、この車ピーピーになっとるいうことはダメダメアクセル、うん、間違ってるよとか、まあオンになってませんよっていうことなんだけど、うん、教えてくれてるんですよね。そう、ブレーキを踏んどる時にアクセルを踏むとアクセルはもう解除になります。ブレーキが最優先っていう風な状況になるんで、ブレーキ踏みながらアクセルは踏めないようになってる。はい、踏んでもアクセルは踏んでることにならないっていう。じゃあやってみます。はい、ドライブ入れました。はい、アクセル踏んでます。まあ左足ブレーキでブレーキ踏む、ほらもうアクセル全開してもこれ反応しない。本当だ、これもう何も反応しない、ほらもう止まっちゃう、うん、ブレーキ踏んだ、うんうん、つまりアクセルブレーキ同時にこう踏んじゃうと、うん、ブレーキが最優先でアクセルはオフになりますよっていう安全装置。はい、はい、これがついてます。次にアクセルブレーキ踏み間違いもついてます。うんうんうん、アクセルを 100% アクセル全開にしたら、うん、アクセルを閉じるようになってる。あ、なるほどね。思いっきり全部踏んじゃったら、全部踏んじゃうとアクセルがオフになるっていう。要するにこの車でアクセル全開できない。なるほど。まあできないといえども、うん、例えば加速せないかんっていう時って、うん、アクセル全開にしちゃわないでちょっと戻した状態、うん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 、アクセル全開からちょっと戻したような状態だとほぼアクセル全開と変わらんぐらいに早く進む、はい、うん、だからなんか車こう途半車線登らんじゃないの、前の車を追い越す時不便じゃないかっていうのはそういう心配はいらない。なるほど。しっかり加速する。ブレーキペダルをせずにアクセル踏んじゃった、あ止まらんって全開してもこれ、うんうんうん、あアクセルじゃあってこうスピードが出ないもんで、はい、落ち着いてブレーキ踏める、うん、で、まあ、仮にもし最悪そのまま硬直状態になっても、うん、今の速度って10キロぐらいだったよね、うんうん、10キロでぶつかっても、うん、そう大したことがないという。まあもちろん10キロでも車は壊れるけど、はい、そういう装置がついてない状態だと30キロ40キロってすぐ出ちゃうから、はい、そのスピードでぶつかると結構な被害になるけど、うん、それを大きく低減することができるっていうことでね。そうですね、かなり安全になってますね。だいぶ安全になってると思うよ。これでまあ事故はゼロっていうふうにはなかなかやっぱりこういう時はどうなのか、こういう時はどうなのかっていうとキリがないんだけど、はい、まああるのとないのとでは全然違うんではないでしょうか。そうですね、うん、ということで一人でもね、うん、ちょっとでも仮にこの状態で事故しても、うん、スピードが出てないおかげで、うん、まあ大惨事にはならなかったとか、まあ、自分も相手だったり物だったりとかが大きくね、そう被害がなくなるのかなってっていうふうに思います。はい、今ね、うん、高速入ります。はい、これでアクセル踏み込んだ時にこれしっかり加速するでしょ、ほら。はい、ちゃんと何キロぐらい、もう80キロ、もうここ80キロ規制だからね。じゃあ80キロはちゃんと出るってことですよね。まあ80キロちゃんと出るから100キロも、もっと言ったらちゃんと出る、出せないスピード出せるよ、うん、要するに公表できないスピード出せるけど、その加速状態にしようと思った時にアクセル踏み込むじゃん、うん、その踏み込んだ時にしっかり加速するよっていう、うん、ほれほれ、よし。一応ねここは高速道路じゃなくって、はい、自動車専用道路なんで、はい、その最低速度制限がないのね、ここは。ああそうなんだ。そうだから50キロ、まあ一般の高速道路って50キロ以下はダメよっていう感じなんだけど、うんうん、はい、まあここは50キロでも全然問題なしで、ただあんまり遅いと後ろの車に迷惑かかるから、はい、今後ろの車遅い車がおるからちょうどいいけど、今60キロね。じゃあここから80まで加速するよ。はい、メーター見とってね。はい、はい、ほらちゃんとほら加速するじゃん。はい、でこれはアクセルを今解除がどうだろうな、全開にはしない、うん、全開にはせずにこう全開のちょっと手前でアクセルを止めとるんだけど、はい、その状態だとしっかり加速するから、うん、で全開踏むとピーほら、おもうブレーキだーみたいな感じだと反応しない、うんうん、でも普通にこう追い抜くぞっていう時の加速はブーンってこれ、うんうん、ね、ちゃんとします、はい、なので普段乗っててもうその全開できないから不便になるかって言ったらまあまあそうはならないと思います。なるほど。はい、ってことで、はい、いかがだったでしょうか。でこの装置、はい、うちの概要欄のとこからホームページ、はい、飛べます、
はい、その商品の説明とか、うん、どうやったら買えるのかとか、うん、お問い合わせ先なんかもメールアドレス入れときますんで、はい、もしよかったらお問い合わせください。こういうもの以外にね、うん、いろんなこう今これ美浜サーキットだけどサーキットで対決ムービーしたりとか、はい、こういろんな車のレビューしたりとか、はい、まあ、車に関するいろんなムービー上げてますので、はい、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。